はいえっとどの辺をどの辺がかぶれたかというとこ,ここですねここをここがあの今漆にかぶれてますでえー、っとちょっとどうなってるか、えー、ちょっと幹部を見せたいんですけどちょっと見せると多分グロー画像みたいな感じになってしまうので、えー、ちょっと見せれないです。 この辺があのなんかもうなんかいっぱいブツブツができて、えー、なんか焼けつくように痛いです。でえっ、ー、とちょっと原因がよくわからないんですけども、えー、なんかお墓に行った時にまあ一つの可能性としてはお墓に行った時にかぶれた、えー、お墓があの最近なんかお坊さんも人手不足で、えー、管理されてないらしいです。 何、えっと、か何個もお寺を兼任でやってるので、えー、そのお墓の草手入れまで草刈りまでできてなくってで漆が至る所に生えてるらしいです。でお墓に行った時にたまたま僕が立ってた横にこう漆があってでここにその漆の毒が当たってたっていう可能性が一つと。 でもう一つはあのなんか近所の草刈りに、えーまああの仕方なく行ったんですけどあのい,ないないとあの村八分にされるんで、えー、行ったんですけどその時に刈、えー、ってた草の中に漆があったと。で、えー、軍手をはめてたんですけども。えー ちょっとこの辺がもうこう常にこうやって撮影してるんでこの辺が筋肉痛だったんで、えー、とその軍手でこの辺をあの揉みながら草刈ってたんですねだからその軍手についた、えー、漆の樹液がここに染み込んでここだけ、えー、漆にかぶれたという可能性と2つありますでとにかくもうちょっとこれ全然治らなくってもうあの1ヶ月ぐらい経つんですけどえー なんかまだ治らないです。あのなんかなんていうか焼きごてを当てられてるような痛みですね。でえっ、ー、となんかこの辺が常にズキズキするんでもう気力が奪われてきて、えー、もうとにかく何もやる気が出ないっていう状況がずっと続いてます。えー、なんか医者に医者に行けばいいみたいなこと言われるんですけど、えー、もうめんどくさいんで医者に行かずに えー、まあほっといても、1ヶ月ぐらいで治るっていうふうに、なんか、ウィキペディアに書いてあったんで、えー、まあちょうど今、1ヶ月目ぐらいなんで、そろそろ治るかなっていう、まぁ、あ、楽観的な感じですね。えー、とりあえず、ここを見せたいんですけど、見せれないです。えー、と、グロ画像は NG なんで、えー、見せれないです。では。